どうもみさんこんばんは、くんよです。はい、ということで今日は導きの地に関する新しい情報がやってまいりました。これめちゃめちゃやばいです。前回なんか結構波乱を呼ぶ動画出してしまったんですけども、たくさんのコメントありがとうございました。今回ばっかだけどクソテンション上がってます。はい、何があったかというと、デバロっていうビューだっけ、なんだっけ、ベバロっていうビューだっけ、なんだっけ、わかんないけど、要はアップデートの情報を運営さんが言ってくれる動画あるじゃないですか。あれで分かったことなんですけども、公式サイトにさらに詳しいことが載っております。それを一緒に見ていきましょう。まず導きの地に関する注意、調節事項。導きの地についてより遊びやすくなるように調節を行いました。今後のアップデートによってより遊びやすくなるよう適所調節を行う予定です。漢字が読めない。もうね、レベルは以降 LV と表記しますと。で、今回書いてあるのは10月分のアップデート内容です。まず1つ目、地帯レベルの変動率を調節しました。導きの地では各レベルに応じて入手できる素材が異なるため、レベルの上げ下げを行いながら探索しやすい調節としましたと。簡単に言っちゃうと、レベル7にしやすくなったよってことですね。レベル1から2は変動なしで、レベル3から6は前回のレベル2と同等。これすごいよね。これめっちゃやばいな、今思った。読んでて分かった。今読んでてさらにやばい。レベル2と同等ってことは、ぐんぐん伸びる、ぐんぐん伸びるのが3から6で適用されるんだ。で、7は3レベルの時だから、まだこれもぐんぐん伸びてましたよね。すごい。うわ、これ紙仕様だ、マジで。これすごい紙仕様。前回は多分1、2、3、4、5、6、7みたいな感じで、段階ずつに分けられてたと思うんですよね。それがもう4レベルギュッと凝縮されちゃってるんだ。これは熱い。でも、皆さん分かる、言いたいこと分かりますよ。じゃあ変動率が高くなっちゃったら、上がったり下がったり、次はめんどくせえだろと。ね、そういうわがままな意見もあると思うんですよ。僕も最初それ思いました。でも見てください、先にこの調節3のとこ見てみましょう。地帯レベルを固定できるように調節しましたと。やばくないですか。いや、これは本当にすっごいありがたい。俺が前回動画で言ってたのは、マルチがもう機能してないということだったんですよね。マルチ入って抜けちゃって、でマルチ行けばこっちのレベルはもう勝手に上下されちゃうから、もうマルチやる人も少なくなるよ、それは、という感じで意見を言ったんですけども、今回それをがっつりと固定してきましたね。この出発する画面だね。そこで環境を固定するっていう項目があって、そこで固定をしたら、自分の全部の地帯のレベルがガチャッと、要は7、4、3、6みたいな感じだったら、それがもう一切変動しない状態になるらしいんですよ。これはマルチで言ってね、その俺が前回言った動画の悩みがもう解消されたってわけだね。いや、すごい。すごい、これは。で、ここにも書いてあるけど、地帯レベルの変動を気にせずに自由に探索を行えるようになりましたと。自分の地帯レベルを固定できるようになりました。そして固定設定を行うと、クエストリーダーかメンバーとして参加するかかわらず、自分の地帯レベルの変動が起きなくなるように調節しましたと。だから、上がりもしないし、下がりもしないってことだね。本当に運営さん、これは神仕様でございます。これを最初から欲しかった。やって欲しかった。でも、その黒歴史を白歴史っていうのが塗り替えれるぐらいの、多分これ反動があると思います。めっちゃいいです。僕はすげえ高まりました。そして次の調節4のところなんですけども、地帯レベルを固定してプレイする探索目的を追加しましたと。これはね、ちょっと多分細かいところだと思うんですけども、まあ要は変動しないところに参入できるよってことなのかな。これ多分そういうことだと思うんですけども、例えば6の時は普通の交流の素材がもらえる、7の時は歴戦交流の素材がもらえるってなってると思うんですけど、まあそれをより検索しやすくとか入りやすくするっていう感じでいいんでしょうかね。これはそういう解釈でいいのかなっていう感じ。まあちょっと疑問のところですね。そして、導きの地でモンスター発見時に地帯レベルが変動しなくなるように調節しましたと。まあここはもう今回の仕様変更でどうでもよくなってきたのかな。要はこれあれだよね、不意な上昇減少を防ぐって感じですよね。もうすでにレベル7の状態でアップデート前の地帯レベル3と同等の変動率なんで、まあこの辺は気にしなくていいのかなという感じです。いや、マジでこれ神すぎるでしょ。急に神になったな。で、そう、特殊痕跡を拾いやすくなるとか、そういう仕様もあるんですよね。さっき飛ばした調節2のところですね。導きの地でモンスターから入手できる特殊痕跡の確率を調節しましたと。まあこれは正直俺ね、今の段階でもかなり多いというか、まあ気になってなかったレベルですね。で、今回の変更点が、目的のモンスターをおびき出しく、いや、出し、目的のモンスターをおびき出しやすくし、地帯レベルのコントロールをしやすくするため、未解析の特殊痕跡を入手しやすくなりましたと。
本体剥ぎ取り、切断部位剥ぎ取り、捕獲時達成時については 100% 入手可能ですと。まあ俺が前回あんまり気にしてなかったから、ここはそんなに気にはなってないかな。俺が前回あげたのは、例えば森森林で勝ったらもう森林のモンスター全部選べるよとか、そういうなんていうんだろうな、多分システム的に無理なんだろうね、そういうのは。なんか結構大きいことを言ったんだけど、まあ、今回その入手しやすさとかそういうところで詰めてきましたね。はい、今回導きの地に関する調節内容はこんな感じです。さっきも言ったんですけど、導きの地の調節内容はこれが最後じゃないっぽいですね。12月のアップデートでも更新っていう感じで、そのデベロッパーズダイアリーボリューム3で言われてました。これ何を意味するのかなと思ったんですけど、まあおそらくまだ不満とかが要望出てきたら、こう更新していきたい、調節かっていうのと、俺上限が上がってくるんじゃないかなと思うんだけど、でもそうしたらもうすでにレベル7で歴戦交流があるからもう違うか。いや、もっとやべえのが来るかもしれない。あ、そうか、歴戦王個体もまだいるかもしれないんだよね、アイスボーンにも。そうしたら7、8、9ぐらいで歴戦王の個体が出る。でもそうしたらもうすごいことになっちゃうよね。だってただでさえ導きの石ってモンスター強いっていうか、まあ、結構タフというか、なんていうの、もう強いんだよ、強いと思うんだけど、そっからさえてかもう今の段階で歴戦を考えらんない、絶対無理、全一撃じゃん。もうベヒーモスとか何だったんだよっていう。あ、ベヒーモスとかも出てきて面白いな。もう完全に生態系無視してるっていうね。ベヒーモスとイビルジョーの戦いとかね。いや面白いね。まあそんな感じでまだまだ導きの地は改良されるそうですね。まあね、正直ね、改良してイエーイってその言うのはなんだろう、おかしいのかもしれない。だってさ、ゲームってもう発売したら昔は変えられなかったけど、今は変えれるだけじゃないですか。で、昔だったらもうそれで完成形なわけよね。で、まあでもそれは昔の話だから、今はこうオンラインの仕様とかいろいろ複雑なわけだ多分。だからまあ今回のなんて言うんだろうな、いいね、俺はいいと思う。結構そういう厳しい評価もあるかもしれないけど、最初からこうしろとか、俺はこれはすげえ嬉しいですね。だってマルチね、行きやすいんだよ、導きの地。いろんなとこ行けるんだよ。結構一人だったりとか、まあ正直無理やり手伝ってもらうくれてた人もいたかもしれないんだよね。そう考えるとなんかこっちの気持ち的にも楽になるし、いいよね。はい、ということで皆様、導きの地の修正どうでしょうか。ぜひコメント欄に意見書いて、運営さんに伝えてみましょう。俺の動画じゃちょっと物足りないかもしれないけどね。もっと影響力ある人が出してくれるとあれなんだけど。あ、そういえば今回地質学について何も触れられてないね。今思ったわ。いや俺さ、名前がまだ紫だとか突っ込まないでほしいんだけど、最近全然やれてなくて、そのリアルがちょっとゲームとかやる時間なくなっちゃってすごい忙しくて、でやっとね本当に昨日今日で落ち着いてきたんですよ。いやまあその話はよくて、この地質学問題視されてはないってことか。これね、知らない人も数少ない方になってると思うんだ、数少ない、いやらしい方だけどごめんね。もう有名になってると思うんだけど、この採取ポイントの採取回数が増える、で骨採取ポイントの採取回数プラス1っていう効果なんだけど、モンスターの落とし物を導きの地の素材に限っては2個拾えるようになるんですよ。まあ、倍、効率が倍になるってことだね。でこれ正直仕様かバグかって感じなんだけども、今回触れないということは仕様ってことなのかね。まあそれはそれですっごいありがたいんだけど、でもこれ修正もう今更できないと思うんだよね。今修正しましたってなったら、その何て言うの、これから始める人たちどうなるのって感じじゃないですか。先行組はあんな楽して集めれたのに、僕たち私たちだけってなっちゃうし、それは絶対にやっちゃいけないことだと思うんですよ。だからもう仕様として、まあこうやべえやっちまったなって感じだけど、仕様としてなこう流しておいて、でこっから後半の素材、カスタム強化素材、導き素材はもう倍本来設定してた倍の数値にしてるとか全然ありえると思うんだよね。まあこれはこれでまあでももう修正できないし、どのみちスキルスロット、どのみち1スロでつけれるんでそんなに重くないしって感じなのかな。これは正直もう直せないと俺は思う。てか直しちゃいけないものだとは思う。
ただやっぱり触れてほしかったな。その前回の動画でも言ったんだけど、仕様だと思って使ってる人、バグだと思って使ってない人っていうのは結構分かれてると思うし、まあね、クソ真面目にさ、そのバグだから使っちゃいけねえよっていう、まあ世の中じゃもうないかもしんないけどね。うん、だから俺はもう使ってるし、周りも結構もうみんな使っちゃってるから、じゃあ私も僕もっていう人も結構増えてると思うんだけど、でもやっぱ俺は知りたいな。うん、なんか引っかかってる、このなんかこうわだかまり しこりっていうのかな、なんかっていう気持ちで使ってる人もいるかもしれない。まあでもそんなあれか、そんな気にするやついねえか。うん、で俺一応こういう装備組んでんだけど、まあ正直破壊王はいらないかなって感じはするな。なんかこうマルチで破壊をつけるんだったら、他の火力スキルもとか、その生存スキルに持ってもっと立ち回りをしやすくした方がなんかいい気がする。まあ、よっぽどね、破壊しにくいモンスターとかだったら別だけど、でもなんかソロとかで行くときはこれで立ち回ればなんかこうモンスター倒さなくてもいいから、逆にそれはそれでイージーモードでできてるのかなっていう気持ちはあるね。うん、ということで、まあ導きの地の仕様変更に関してはこんな感じで、地質学については一切触れられてなかったという感じでしょうかね。はい、でもこれはもう神仕様変更だと僕は思っております。ツイッターでも結構ね、好評なリプライン今見てるんだけど、神修正来たこれとか、これありがたいとか、普通に嬉しいとか、まあソロ仕様にもして、あーなるほどね、ソロ仕様にもしてほしい人もいるよね。導きの地って何って言ってる人もいるわ。いやでも、うん、すごいすごいすごい、かなり好評だ。うん、かなり好評。あと一つあげるのであれば、複数ある意見で、モンスターを呼び出した後すぐにコリューが来た場合、そのおびき出したモンスターが退場させられちゃうっていうことがあるんですよ。まあこれは難しいよね。抽選の多分あれだと思うから、今呼び出して、で次来るの実はコリューでしたみたいになったら、結局そこで入れ替わっちゃったりするらしいんだよ。まあ俺もね、一回経験ある、あれ呼んだのに来ねえじゃんみたいな。だからそこはもう、この特殊痕跡が手に入りやすくなる仕様変更でなんとかこうカバーできればいいんじゃないかなと思います。まあでも歴戦交流借りたいのに、あ、違うモンスター借りたいのに歴戦交流とか来たらもうすげえなえるよね。まあそういう場合はリセマラみたいなすればなんとかなんのかなという感じですね。そういや、まあリセマラについても今回はもう触れられなかったですね。まああれは正直残してほしかったけど、やっぱり特殊痕跡でおびき出してくれっていう運営の思いがあったんだろうね。だから今回その特殊痕跡をより多くっていう感じなのかな。まあでもこれは本当にいろいろ含めて神修正でございます。ありがとうございます。他にもいろいろね、アップデート内容言いたいことあるんですけども、今回この導きの地の修正についてお話ししました。では次回もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。